スパダリ？スパダリなのかみたいな感じで結構進んでいくんですけど、ちょっとハテナマークがこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみとちなよしです。本日紹介する作品はこちら、はい、ででん、スイートルームエスケープオワル先生ですね。イエーイ。こちらなんですけれどもね、こちらの BL、 今年の BL アワードにも選出されておりまして、官能部門だったかな、と思うんですけれども、あのまあ官能部門の名前に、ふさわしくちゃんとエロもたっぷりのストーリーもたっぷりの上下感で、上下感なんですね、楽しめる作品となっておりますので、ちょっと早速あの紹介をしていけたらなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、こちらの作品のあらすじなんですけれども、あの受けが、あのまずすごいビッチなところから始まります。あの商社マンなんですけれども、あ、商社マンなのに、商社マンだからですよ、語弊がありすぎるあのこちらで、あの下に押し倒されてる方が受けの、受けなんですけれども、あの世界中でその出張するたびにいろんな国でセフレを作るっていうそう、ワンドにあのセフレを作ることを生きがいとして働いてるサラリーマンなんですよね。元気ですね。元気なビジネスマンハルト君なんですけど、で、あの、まあ、ある時そのフランス出張に行くって中の飛行機の中で、あのなんかこう飲み物をこぼしちゃうんですよ。で、それ引っ掛けちゃった相手が、あのすごいもうめちゃめちゃ好みのイケメンのあるっていう男なんですよねで、彼がその外国人なんですけれども、あのこれはやばいと思って、いい男すぎてちょっと遊びには向かないかなっていうので、ハルト君的にはそんな本気じゃなかったんですよ。でも、その一目出会った時から、もう攻めが惚れ込んじゃって、あるの方がじゃないですか。そう、いや、じゃないんですよね。そう、ハルト君の方はあくまでその恋愛は火遊びというか、セフレしか欲しくなくて、特定の相手は欲しくないっていうところに、あの超ド級のスパダリに惚れ込まれてしまったっていうところから始まっていくんですけども、で、やっぱ超ド級のスパダリである様は、あの、お金持ちなんですよ、めちゃめちゃ。で、お金持ちがそのめちゃスキピができた時にどういう行動を取ると思いますか、なんでしょう、金に物を言わせてなんかするんですかね、与えたりプレゼントまくったりとか、そう、プレゼント、まあそのプレゼントは自分っていう感じなんですけどつまりそのあの、まあ、世界を股にかけたストーカーですよねそれからハルト君がその出張するたび行く先行く先にある様がいるんですよ、なぜかで、だんだん怖くなってきて、怖い怖い、それは怖いですよ。なんでさ、でも出会うたびにあのハルトのことが僕は好きだみたいな、付き合ってくれって言って、もうなんかあのバラを背負った感じでもう登場してくる感じなんですね。一応誠心誠意というか、そう感じなんですね。でめちゃめちゃスパダリだし出来合いだし、本当ハルト君があの気持ちを受け入れちゃえば最高の彼氏なんですけど、ですよ、ね、受け入れてもらえるまでに取ってるその手段とか行動がちょっと状況一致してる、えげつないですよね。そうそうそう、そう、世界行けないですよ、お金かかりますよスパダリ？スパダリなのかみたいな感じで結構進んでいくんですけど、ちょっとハテナマークがで、まあ、あのアルサも本当に面白いんですよ。その登場シーンが強すぎて、結構いろんな登場シーンがあるんですけどそう、私が一番好きな登場シーンが、その上官でそのハルト君がドバイの出張から帰ってくるんですけど、で日本にいる時の下に日本にいる時に、アルサマをラブホに連れ込むんですよね、ハルト君がそっちがそうで、あのアルサも実はそのホテル会社というか世界のホテルをいっぱい経営してる、あのやり手のビジネスマンなんですけど、そんなあの高級ホテルを経営してるアルサもラブホに連れ込んで、でアルサもでもラブホなんて入ったことないからめっちゃ興味津々なんですよ見たことないでラブホの中に置いてあるあのメリーゴーランドみたいなのにすっげえキメ顔刺さってるコマがあって私本当にこれめちゃめちゃ好きで、もう笑っちゃいました。すごい、もうアルサもいつも真剣だから、なんだこのテーマパークのようなホテルはみたいな感じでめっちゃ喜んでるんですよ。可愛いじゃないですか、無邪気さもあって、そう可愛いんですよ本当にアルサも可愛くって、まあそんな感じでいろいろ進んでいくんですけど、まあちょっと下巻にもなっていくとね、だんだんそのアルサのまっすぐなね、もう君が好きだっていう気持ちを感じながら、ちょっとハルト君の心境にもだんだん変化が起こっていくという、あ、楽しみだな、そんなストーリーになっております。はい、
はい、ということでこちらの作品の一押しシーンなんですけれども、はい、私の一押しシーンは上官の2回目の体をつなげるシーンなんですけど、うんうん、まあちょっとあのアル様のそのストーカーストーカーもとい、まあ付きまとい、ストーカーかそれもあのまあで結果その2人でニューヨークで勝ち合う時があるんですけど、うんうん、でホテルのそのプールの中に2人して落っこっちゃってずぶ濡れになったところからのまあちょっといい感じの展開があるんですけど、うんうんうん、そこのエッチのシーンがもうやっぱりそのアル様ちょっとなんか残念なイケメン感の話をすごいしちゃったんですけど、うんうん、めちゃめちゃかっこいいんですよ。もうやっぱりポテンシャル高そうですもんね。そうやっぱりスパダリだなっていう感じで、うんうん、そのもう今夜は丁寧に抱くからねみたいな感じ。かっこよ惚れる今夜は丁寧に抱くよみたいな感じ伝えて、うんうん、あの抱いてくんですけど、前儀の段階からすごい可愛がって、うん、もうなんかトロトロにしていくんですけど、うんうん、まあ入れるじゃないですか、はい、で入れたと思ったらアルさんはしばらく全然動かないんですよ。え、なんでなんだろうって思ったら、うん、そのちゃんとハルト君が息が整うのを待ってるんですよ、無言で。クレッジー、やばくないですか、私こんやばい、もうこんなんかの受けのことをすごい考えてる、なんか攻めのスパダリ仕草なんか出会ったの結構けど、なんか胸が苦しいんですけど、ここまでのそのなんかエッジシーンのスパダリ味がすごくってすごいですね。その丁寧に抱くって言葉通り本当に丁寧だし、なんかその激しさではない、その激しさとはすごい対極にあるのに、めちゃくちゃそれはそれでエッチさを感じるというか、いやそうなんです、すごいなんかで、それはちゃんと待ってるからねとかも言葉にせず無言で、ただ本当になんかそのハルト君がその回想っていうか自分の中で考えて気づくんですよ。だから あこれもしかしてある俺のこと待っててくれるってるんだみたいな、めっちゃいいな、かっこよって思いましたね。なんかちょっと気になるハルさんもわらわらみたいな感じ、結構草を生やしてるなですけど、めちゃめちゃかっこいいなと思って、いやなんかイメージだいぶ変わりました。そうなんですよ、でやっぱそのもうあのハルト君のこと大好きですから、アル様は、はいはい、もう出来合いエッチがね、あのもう下巻に行くたびにどんどん出来合い加減が増していくので、はい、ちょっとアル様のそのもうエッチの時のスパダリ仕草にも注目してちょっと読んでいただきたいなというところですね。楽しみです。はい、最後にこちらの作品のまとめです。はい、こちらですね、もうこれは光ですね、うん、やっぱその2人の間にいろいろそんな、まあ、なんやかんやはあるんですけども、うんうん、基本的にはそのなんていうんですか、あのあったかいトラブルなので、はいはいはい、生温かく見守っていけるような話かなと思います、うん、でまあもうエチエチ度はこれはもうあの5ですよの5です。エッチなんで、エッチから始まってるので、あ、なんかさっきパラパラって見てエッチだなって言ってたよねそういやエッチですよ、噛み締めで、まあ、こちらの作品ですね、本当スパダリが大好きっていう方も、うん、あのにもおすすめですし、はいはい、結構その上下感ってあるとその話もなんか結構重いんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、うん、その、まあ、ギャグだったりとかコメディとかを好んで読まれるような方でも結構楽しめて、うん、2冊一気に読めるような感じになってるかなと思いますので、私もちょっと期待ですね。あ、そうですね、つねさんギャグ、はいはい、ギャグ系コメディ系好きだと思うので、はいはい、結構本当にクスクス笑えるところがもう至るところにあって、いい楽しみストーリーもあってエッチもバッチリあってっていう感じなので、はい、ダレレツクスリー何でもありますね、に、はい、その作品になっております。はい、はいはい、ということで、本日は、オアル先生のスイートルームエスケープを紹介させていただきました。概要欄にこちらの作品を紹介している記事のリンクを貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。それではバイチルー。